あれです、ダイヤランドですけど、今日で、1月24日火曜日、ナイターはやるみたいなんだけど、強風でね、ペアリフトに変更するかもしれないってなってたんで、高速リフトは頂上っていうかね、ナイターの頂上まで行くけど、ペアリフトに切り替えたら、あれですよ。12月の人工雪のコースですよ。要は、長さ的に3分の1、いやもっとだな、5分の1ぐらいになっちゃうし、広さもね、広さも6分の1ぐらいになっちゃうんで、ちょっと混雑するかもしれないしね。みんな、なんだつまらんなと思っても、せっかく来たんだから、滑ろうっていうね、ことで。で、チケットね、買う前にね、リフトはどれ動いてますかって確認した方がいいけど、まあ、6時から10時半までリフト動くから、途中で変わるかもしれないしね。うん。まあ、そればっかりはどうしようもないですね。まあ、強風があるんで、強風で気をつけてくださいね。で、雪が降るのか、その天気予報によってね、雨だったり雪だったりしてるんで、ちょっとわからないし、あとはもう凍結ですね。峠道。僕はちょっと今家にいるんでわからないですけど、今寝てて目覚めました。この後夜勤なんですけど、今日はね、今がね、夕方の5時過ぎたかな。うん、はい、ということで、高瀬ダイナー専門チャンネルでした。パークはできますよ。ペアリフト上がったところは、左に振り向くとね、パークがあるんで、パークはやってんじゃないかな。パークはね、6時から9時までです。まあ、9時過ぎるとね、つまらんよ。つまらん。うん、その、ペアリフトコースだったらね。ただし、つまらんからみんな帰るから、空いてるから、いいかもしれないですね。はい、ということでした。じゃあね、バイチュル。ゲレンデのショップがね、グルメショップが空いてるかもしれないしね。そこがいいところですね。はい、あるいは、その強風が止んだら、また、みんな帰っていって、人がいなくなった後に、高速リフトが復活したら、貸し切り状態だしね。まあ、その辺は、わからないですけど。はい。以上です。バイチルリンコ。